よろしくお願いします。初めて参加させてもらってます大金工業の中塚と申します。よろしくお願いします。で、資料は英語なんですけど、発表は日本語でさせてもらいます。で、私大金工業って、空調の、専業メーカーみたいなところに勤めてまして、でなんで、それがリラックスにって話なんですけど、で、こういうエアコンとか、そういうリモコンもあるんですけど、こういうものはOS すら入ってないようなもので動いてるんですね。で、我々で、OS を使うのが、こういう、業務用で、空調機がたくさん入ってるようなビルですと、それを一括でこう制御できるようなコントローラーというのが入ることがあります。で、これ今映ってる、真ん中に映ってるのが、今我々出してる商品で、タッチパネル式のコントローラーで、空調機を数百台、まとめて制御できますっていうのがあって、画面もあって、あとウェブの機能もありますみたいな、そういうものがあります。で、さらにはそれが、インターネットにつながって、遠隔からその故障の保守のサービスだというか、そういうことっていうのを、ずっとやってきてました。で、今ちょっと声出してるのは、Linux 使ってるわけじゃなくて、リアルタイム OS でやってます。だから今後、特に IoT とかいうので、いろいろそういうコミュニケーションの必要なライブラリを取り入れるとか、そういうことを考えると、リアルタイム OS でしんどいなっていうのがあったりとかですね。あとそのビル内のこの通信のところも、オープンネットワークっていうのもありまして、ビル用で有名なバックネットっていう有名なのがあるんですけど、そういうものを対応していくとかっていうのは、やっぱり Linux を使った方が早く、既存の技術が使えるなということで、Linux 使えるんじゃないかっていうので、トライをしているような状況です。で、ちょっとその中で一つ問題なのが、これリアルタイム OS だから、結構トラブってたんですけど、基本的にその電源をブチッと切られるようなシステムなんですね。で、なんで、バッテリーとかも積んでなくて、時計用のバッテリーは積んでるんですけど、フラッシュとか守ってくれますという時に、そのフラッシュが、ファイルが壊れるとか、ファイルが消えるとか、そういう問題っていうのは、過去にもいろいろ経験はしてるんですけど、ちょっと Linux を導入してみても、そういう人と経験しましたっていうところで、ちょっとその辺、多分さっきの話に比べたらレベル全然低い話なんですけど、ちょっとヒントをいただきたいなということで、共同相談させてもらいました。で、資料自体はもう本当に、すぐ終わっちゃうんですけど、これは実際に起こったことで、起動すると、ある程度起動すると、そのローカルホストっていうの名前解決ができなくなっちゃいましたと。で、使ってたのはその、ARM の SOC の上に、その ARM の、その SOC のベンダーが公開しているディストリビューションですね、をポーティングしたもので公開していました。で、それをある程度起動したら、ローカルホストが解決できなくなったということで、で見ると、ホストのファイルが空になってました。で、そのままディストリビューションの起動のところの RC のところを追っかけていくと、その etcshost っていうファイルが起動時毎回書き換えられていますと。で、それは自分自身のホスト名っていうのが管理変数に入っていて、それを etcshost に毎回書き直すみたいなことをしているみたいで、それで etcshost が毎回書き換わっていたと。で、それの最後に etcshost は添付で1回コピーして正しく書いた上で、またムーブでこう持ってくるってことをしてました。で、これが終わった後、再起動すると、消えてる、空になってるっていう状況になってました。で、いろいろ調べて分かったのが、ファイルシステムが EXT4 を使ってたんですけど、だから EXT3 だと問題ないけど、EXT4 だと、落ちて空になったそうです。で、EXT4 で採用されたデリートアロケーションっていうので、データの書き込みが実際にそのメタデータはすぐ書き込まれるんですけど、実際のファイル自体は30秒ぐらい書き込まれるっていうことで、メタデータと実際のファイルが一致しなくなって、
次の起動時にも消されるということになってました。で、まあ、この、まあ、問題実はいろいろあったり調べると2009年ぐらいに僕はスラッシュドットで見つけたんですけど、まあ、そういう情報とかもあって、まあ、昔から分かっていることなんだろうなって感じはするんですけど、まあ、ちょっと僕らみたいにLinux の素人がちょっとトライアルしてみるとやっぱりこういうのにハマっちゃうということがあります。なんで結局これの、まあ、その今調べた時の解決方法としては、先ほどのディレイドアロケーションっていうのを、まあ、無効にするっていうのか、で、まあ、その時XT4 のジャーナルをデータ部分も二重化するっていうのをすると自動的に無効になるみたいなんで、まあ、それをやっておくしかないのかなっていう気はなんとなくしています。で、あとは、まあアプリケーション部分でまた使う側が頑張って二重化していくっていうやり方ですね。でこれも考えたんですけど、結局どこでちゃん どっかでちゃんとシンクなり呼ばないという どこで電源切れても大丈夫かなみたいな、こう一個一個考えないとなんか危なそうな気がするんで、結局一番にするしかないのかとか思いながら考えます。で、まあ、あとはその、まあ、そもそも XT4 でいいのかって話があって、で今回EMMC、まあ、昔は出た普通の裸のフラッシュを使ってたんですけど、最近は EMMC が普通だと思うんで、EMMC で XT4 っていうのが適切なのかどうかっていうところも、まあ、ちょっとよく分かってないというか、まあ、これも Linux の組み込みやってるところに協力してもらって作ったんですけど、まあ、そこは普通に XT4 選ばれたんですけど、何がいいんだろうっていうところも含めてちょっとよくわからないなっていう感じは感じてます。で、まあ、もう最後なんですけど、まあ、結局、まあ、こういうちょっと Linux 素人が Linux に挑戦するにはどうしたらいいんだろうっていうところがそもそもありましてですね。で、やっぱりこれをちゃんと製品として出そうと思うと、まあ、さっきのメモリの話もちょっと怖い話なんですけど、あんな話したらそんなの使ったらあかんって言われそうだまあ結局、まあどこまでちゃんと試験で抑えるとか、まあ、さっきの話であればあれ、ね、まあ、僕らの場合はなんか後でアプリケーション載せるとかないんで、基本的にそのアウトブームメモリーになるようなことないんですけど、まあ、そういうなんかどういう観点でこう抑えていったらいいんかなっていう、なんかまあ実際に使うっていう流れでどうやってこう品質を担保するかっていうのが難しい問題だなと思ってて、まあ、こういうふうにこういう会に再編化して Linux の中のことも分かってないと使えないのかなとか、その辺がなかなかちょっとあれですね、まあ、特にうちの企業はあまりソフト技術者もいないし、まあ、いたとしてもマイコン屋さんが多いんで、なかなかこう難しい問題だなというところ、その辺ちょっとなんか達さんとかどうしてるのかなっていうのでちょっとヒントをもらえたら嬉しいなと思ってるのと、もう一つちょっとその時に言ったのは、まあこういうものを実際に出す時に工場でファイルを書くと思うんですけど、そういう時に普通のマイコンとかであれば書いた上でなんかチェックサムを見るとかっていうふうにチェックすると思うんですけど、ファイルが大量になるようなやつってどういうふうにチェックしてるんだろうっていうのも、どういうふうにチェックすれば大丈夫ですって胸張れるのかっていうところですね。というのもちょっと気になってまして、一個一個全部チェックしていく必要もないかなと思ってるんですけど、その辺ちょっとなんかヒントがあればいただきたいなと思ってて、ちょっとさせてもらいました。でさあ、皆さんどうぞって話なんですけど。はい、こんだけなんですけど。動かすときに変わるものなんですね、はい、例えば設定ファイルとかってもう保存したりして、次にブートしてきたときに設定ファイルを見て書き換えたり場所を変えたりするっていうぐらいはあると思うんですけど、はい、他になんか例えばデータもローカルに保存しないといけないとかそういうのってあるんですか？そうですね、基本こういうまあ商品の場合だといつ空調機運転しましたかみたいなログを残してそれを見れる機能とかがあるので、
基本的にその IO っていうのは、まあ、設定だけじゃなくてですけど、トレンド系も含めて何かしら発生しますね。うん、でシステムのアプリケーションの更新とか、システムの更新とかもないんですよね。もしくは、ね、あ、アプリケーション自体はないですね。そうね、はい、普通そうすると、ルート割りシステムをリノーミーにしてしまって、はい、で、後から、まあ、今だったら、多分新しい関連さえ使っておけば、オーバーレイフェースとか使って、オーバーレイさせちゃう。要はメモリーファイルシステム、メモリー上にファイルシステムを作っておいて、リードオンのマウントした上でオーバーレイファイルシステムを使って、上にもう書き込めるようにしておいて、で、変えないといけないもの、例えばテンプラリーで変えないといけないものとかはもうそこの上に作ってしまう。で、もう一つパーティションを作っておいて、設定ファイルであるとかログファイルっていうのはそちらの方に持っていくようにするのが多分ベターなんじゃないかな。そうですね。EFC3 はとか4は基本的にあんまりお勧めできないんですよね。そうですね。メタデータの書き換えが激しく同じところに置かれてしまうので結構壊すんですよ。フラッシュ、フラッシュ壊れちゃうんですよ。で特に EMC とか、あの固定なんですかね、あのウェアレビューとかほとんどしてないので、そうするとどんどん壊れてしまう。ファイルシステムのせいで壊れてしまうので、そうするともうそこのシステム領域は基本的にはもうリードオンリーにしてしまって、なんかもう別の、あのスパッシュエフェースとか使って、リードオンリーのものを使っちゃうっていう状態。うん、平松さんは、村上さん、Is it possible to summarize over your human conversation? It's a bit hard to listen. いや、今言ってたのは、基本的にはさっき言ったように、あのリードオンリーファイルシステムを作って、その上にオンバレイをかぶせて、一時的なファイルとかそちらの部分にして、データとかは別のバッジで書くのではないかと思うんですけど、もう一つは彼の方から、MMC チュールっていうのがあるので、それを使って、MMC ユーティルっていうのがあるので、それを使って、MMC の、全体チームのチェックができるということで、うん、それを確認してみるのが一つあると思います。ありがとうございます。We actually have to do this help checking because the devices we have manufactured have like these snow blower and it may just so happen that the device with the EMC will be home somewhere in the garage for like half a year and at that point they have an actual launch with the EMC and the solution to that is that you have a small SPI flag that which only has been proven and ability to recover these in the EMC. So when we turn the device on, half a year and it's damaged, then the entire person is plugged in the solution, you have to take it, reloads the EMC. Oh, that's nice. Yeah.
But in general, the device vendor provides some sort of the guarantee for the lifetime, like a $1,000. So the typical user need to not care about such kind of low-level things. But if you extend the expect a super long time device, so you need to check somehow the healthiness of the memory device. But it's not a common thing. ここに来たのは大正解で、このメンバーはみんなそれぞれ答えを持っている人がいっぱいいますから、ここに来たのは正解で、次に電源をぶつ切られる、なんていうかこうシャットダウンされない切られるシステム、いくらでもリラックス作ってるのもいくらでもあって、それはさっき言ったみたいに、なんていうかリードライトにしないっていうのが一番確実な方法なんですね。なので、でもちろんそのさっきログを取んなきゃいけないとかいろいろあるので、例えばリマウントもできるので、まあ、さっきもそのレイヤーにすればもちろんそれでいいんですけど、要するに書き込みたい時だけ開けてあげるのが一番確実で、なのでパーティション作ってやって、分けてあげて、実はさっきのそのなんだローカルポストみたいなああいうやつは普段書き換えないと思うので、リードオンリーでも置いておけば全然解決するんですよ。まあ、前の Linux コンとかですと電源ぶち切りテストを実の人がらしくやっていて、なんか Expo リーダーがポートあとバター FS を託して、まあ、確かバターとか、まあ、とってもいいですよみたいな話をして、2年前にしてた気が。もうちょっと前かな。でそれは XT4 の単なるバグで、特定のバージョンのところだけで起こる問題で、しかも、80バイト以下かな、あとメタデータにデータを書いちゃうので、そこが壊れたときにやられちゃうよっていう、まあ、ちょっと特殊なケース、さっきのメモリの話じゃないですけど、異常に負荷をかけてると、まあ、結構簡単に起こせるんですけど、通常の人だとなかなか起こらない問題で、でまあ、一つの答えとしては、コピーオンライトのファイルシステムとかっていうのは、やっぱり次世代に向けてはいいと思うんですけど。じゃあどこまで枯れてるかっていうと思想的にはコピーオンライターの例えばバタ FS とかっていうのは EXT4 より絶対いいと思うんですけどでもまだ絶対版ですよね。普通に新しいバグを引いたりとかっていうのもあるので、バタ FS そんなに安定しないわけじゃなくて、安定してはいるんですけど、たまに変な壊れ方をした時に直せないっていう場面もいろいろエンタープライズ用でバタ FS 育ってるんですけど、いろんな話があって、レイドだからある程度耐えられてるところもありつつ、でも実際の開発してる人いわくレイドがあるのはすごく大変で、組み込みはレイドないからもっと使いやすいんじゃないかみたいな話もするんですけど、ありましたね、Android とかでバタ FS 使おうかとかいう、あ、そうなんですか話もありました。私はこのマシンずっとバターで運営してますけど、今のところインクを引き続けてますね。1年現状今これもバターですけど、バターもないですけどちゃんとシャットダウンしてるんですね。シャットダウンしないこともあります。あ、ありました。この子なんか最近すごく不調で、ある程度メモリを食い潰し始めると無限にディスクアクセスが走って何も動かせなくなって電源を落とすしかないみたいなことがよく起こって、何度も電源ダウンしているんですが、まあなんとか、ファイルシステムとしては大丈夫です。なんか認証鍵のデータを書き込み途中に落ちちゃって、なんか書き込まれてないとかはあるんですが、それはファイルシステムが悪いんじゃなくて、のアプリケーション側の問題だと思って、ファイルシステムのエラーとしては何も出てきてない。そういう意味だとアプリケーションの書き方も難しいですよね。
すぐには電源を起こす場合はちゃんとそれに対応したアプリケーションを開発しないと、ただまあそこは完全に常時なんていうか移動にマウントをロボットしてればそれではなくて、いやいや、ロボットを最後の方で消えちゃうっていう話はやばいと思います、うんうんうん、基本的に我々もね、アプリケーション部分というのはそれは昔のリアルタイム OS というから問題が出たので、まあ、同じようなことはしてて、バックアップを必ず取って書いた上で消す、バックアップを消すみたいなことをしてて、まあ、さらにその最後の途中で最後にシンク入れたりとかっていうのは気をつけてるんですけど、今回これでハマったのはそのあれですね、全然手抜いてないところで OS が勝手にやってる部分で書き換えてるんだっていうところで死んでた。気づきにくいな。どちらかというとハードディスクに載ってるようなファイルシステムが今ボンボン上がってますよ、ね、昔ながらの何度とかに書き込む LFS とか、ね、そのあたりって今回のあれが使えない理由とか、でも MTD 用のファイルシステムだから LFS とか LFS とか2を使うとか、じゃあなんかないやつだ。いや、あんまり参考になるかわかんないですけど、車の場合だと数日セックとかで電源落ちちゃうんですね。で、かつ車ってお客さんが結構ユーザーデータを EMC に書き込んだりとか、結構 EMC のライト回数が多いんですよ。で、我々製品でどうしてるかっていうと、ブートエフェイスはリードオンリーで使ってて、で、ソフトウェアアップデートがあるんで、そこは仮面化とかで面化してます。で、それ以外の領域は、書き込む頻度とか、用途によってパーティション分割してて、で、いろんなファイルシステムで電源ダウンの検証やってみたんですけど、やっぱ壊れるので、なんで商用のやつ使ってます。で、ただ、考えなきゃいけないのは、どのぐらい書き込むかによるんですけど、EMC って書き込み上限があるので、セクターサイズ、その、ライトする範囲を意識しないと、結構簡単にセクターサイズまたいで、なんだろう、書いてる量は少ないんですけど、早く寿命が来てしまったりしてしまって、車だと10年保証って言われてるので、書き込み回数とかっていうのも結構ケアして、例えばアプリケーションのライトするサイズとかっていうのもかなりケアして作らせてますね。なんで僕らは電源が何がいいかって言われると今はいいのがなくて商用のやつを使っちゃってるっていうのが答えなんですけど、私今の商品は商用のに使ってますけど、リラックスじゃないですか。まあ、ちなみに、まあ、そんなにしょっちゅう人件落ちるやつじゃないですけど、開発は普通に FX と杉と、上に、まあ、オーバーレイフェンスみたいなので、まあ、そういう別に結んで売ってるやつですけど、まあまあ、パティションを開けるとか、まあ、当然ある意味、エクストシーンが変えているんですけど、その中に、まあ、XT4 を調べていろいろは起きてみたんで、そんな気はなどしてます、はい、そのシューテンスとか使ってないんですか。まあ、結構だ、古い気圧なんですね。何で難しいというのがある。ディズニー。読み忘れ何に。そこはちょっと視線が見えない。虫だったんでしょ。さて、そんなところですかね。あとは、なんか書き込んだあってチェックするって言ってましたけど、はい、普通にファイル単位でチェックしなくても、DD で、DD コマンドで、その
画を全部見出して、それをもうそのまま、シャルターにも押してチェックするのが可能なので、そうするとかなり早いと思うんですけど、うん、あまり、多分、ね、シャオ1、2、5、6でも、次がまで、そんなに、人間の結果だと思います。それはすべきなんですか、なんか、要するに今のそういうなんか ターボールなんかにして、アドルゼフス買いに行ってんですか、今と。それはあまり良くなくて、ディスクイメージ作って、右で書いた方がいいです。速さも。いや、そうじゃなくて、ファイルシステムで書いてしまうと、ファイルシステムにファイル書くと、データだけじゃなくて、メタデータ更新するんですよ。はい、ディレクトリの中に何が入ってるかって、更新していっちゃうんですよ。で、アップデートするたびに、EMMC の寿命がどんどん削られていくので、達成回答すると一気に寿命が減ります。今回で最初に EMMC にどうやって書くかとか、そういうところの話ですか。そう、そうですね。EMMC って熱に弱いんで、リフローする前、基盤実装する前に、キャンプライターとかでデータを書いて、基盤に実装してリフロー通して熱入れちゃうと、結構そのデータが読めない。読めないとは言わないですけど、エラーベースで出る話になっちゃって、結構大変な、メーカーさんだったりするんですよね。ちょっとビデオを回ったりするダメなんですけど。今一瞬ピーって言うのかと思ったら。なんでその辺も EMC 使うときには、その工場でデータ書くときはちょっとケアしないと、結構苦労もあった記憶があります。今鮮明に思い出さなくていい。ビデオが回ってなければ、アトリでこすり。はい、まあ、そういうわけで、少しは参考になりましたし。ありがとうございます。どうもありがとうございました。皆さんもありがとうございました。